の背後、藤原が狙ってます。中入れてシュート、菊池ですね、ですね、よく弾きました松本です。マテウス・サビオからスルーパス、ドーグラス、ドーグラス、よく足が出ました岡本、右足でのフィニッシュになりました。ドーグラス、トスのようなサッカーは結果がついてきたり、あと選手が楽しいって思わないとなかなかやりづらいところもあるかもしれませんが、はい、それがあるんでしょうね。おー、いいボール来た、藤原、オフサイドです。アウトサイドで合わせました藤原。さあマテウス・サビオ中入れてドーグラス、うん、ちょっとこう距離があるんですけど、はい、ゴールまではドーグラスあの辺から持っていく力もありますか、ね、今日はプロデビュー戦の松本。菊池か藤田か、藤田合わせてきます。タッシュードンピシャのボールが来ました。頭で捉えた田代、先制サガン鳥栖。精度の高いボール完璧に捉えました田代。あー、もう中野誘ってました今のね、はい、インターセプトのパスコース。マテウス・サビオ、おー入れ替わった、マテウス・サビオクロスにした、マスカケ、今大会早くも3得点、土壇場1対1、追いつきました柏レイソル。いやー、マスカケです。試合が終わりました。1対1、先制したのは田代の頭でサガン鳥栖、ただ終盤マスタケのゴールで柏が追いつきました。1対1、今日はドローという結果になりました。